まあ、こういう大きいリングをつけて、まあ、深い床に沈みにくくすることで結構こう歩きやすくバランスをこれも取るための道具なんですけど、これもバランスを崩さないために持つ道具なんですけど、このリングをつけることでこうグスッとこう刺さるのを防いでくれるんですよ、大きいリングを。だから雪の時に使うときはこの大きいリングを大体オプションでこう付け替えて。あ、それはトレッキだったらトレッキングポールだからどれにでも付けれる、うん、どれにでも付けれるやつが売ってるので、あ、付け替えができるやつがあるんで、それに付け替えて使った方が歩きやすい場合がある。硬いところでは全然関係ないけど、まあ、トレースがあって周りは柔らかい、誰も踏んでないところでズボーッとこう刺さるようなところだと、いちいちこんなことやったら全然バランス取れないんで、ちょっと大きめがあるとグッと止まる感じで使いやすい場合がある。でその代わり、よくあのこう固定するのをくるくる回して固定してください。ポール この長さ調節でこれでこうくるくる回して固定するやつだと、どうしてもこのあのバスケットがでかい分、こういろんなものにこう擦れた時にこう回転する力が働くんです。こうやってどっちかね、どうしても横こう地面でこうホライトとか開いてするとどうしてもこう当たるんですよ、こういう横が。雪の面でもそうなんですけど、そうすると回転しやすくなって、だからあの雪のところでこの 回してこう固定するやつだと緩みやすい。突然こうなんかこうストーンとこう緩んだりとかするし、緩んだ後は雪はついて濡れてるし、手はもうかじかんでたりとかすると締まらないことがあるんですよ、力が入んないし。そうするとその後結構辛い、あるでしょ、あるんですよ。これはリングがでかいんで、こうどうしてもこうやって歩いてるとだんだんとこうどっか、まあ、癖とかもあると思うんですけど、回転しやすい、そうすると緩みやすい、緩んでくる、片大体どっちか片方が緩んだりとかするんですけど、そう緩むことがあるんですよ。 それを防止するにはこのロック式が回転してロックするんじゃなくて、このパチンとロックすればあの、まあ、このリングだけが回転するんで緩まない、この回転しても緩まない、回転しないんですけど、この方がこれだったら手かじかんでても調節もできるんですよ。いくらでも伸ばして止めたりとか、グローブしたものもできるから、できれば回転式じゃなくてこのワンタッチでロックするタイプの方が雪の上でも使いやすい。回転式かな、これ回転式だし、できだけどできたけどできだけど回転式し、で僕もこの3年ぐらい前からこれしか、このタイプしか販売してないんですけど、回転するやつは売ってないんですよ。回転するタイプが、ロックタイプに、うん、回転するタイプはもう販売してない。販売してない。うわ、3年ぐらい前から。いっぱい常にこれを探して、レキもワンモデルしかないんですよ、この両方、このロック式のやつは。で中途半端に、この根元というか、この1本はこれで、1本は回転式っていうのがあるんですよ。だから結構同じ、緩んでしまうんで、雪の時に使うんですよね。これが一番ベストです。この両方ともこの、フリックロックとかいろいろあると思うんですけど、ね、SPD ロックとかいろいろあるんですけど、まあ、こういうタイプを雪の時は選んだ方がどうせ買うんだったらね。でその緩む原因としてはこのリングは大きいっていうのでこう緩みやすい、まあ、回転しやすい状態で、まあ、これで緩んでしまうことがある感じです、まあ、それだけなんですけど、でこれはですね、あのバランスを取るために使う時に、じゃあピッケルとこのストックとどっちが有効かという時の判断で、例えばですね、つば九郎岳に登りますと、冬に、正月に。で、最初の登り始め、第1ベンチぐらいまでは、結構急斜面をこう、つづら折りに登っていくんですよ。で、そこは笹なんですよ。あの斜面の笹、急斜面、もう崖なんで、まあ、ピッケル、バランス崩しちゃえば、ピッケルで止めようと思って止まらないと。もう止まらない。行くとこまで行くわけだから、じゃあ、バランス崩しちゃいけない。そうするとピッケルを1本持っているよりはストック2本持っているよりはバランスを崩しにくい可能性があると。もうずっとこう急斜面まっすぐ上がっていくんだったら多分ピッケルの方がバランスを崩しにくいし、それが一応は林道みたいな感じでできてて、まあ、こっち側に落っこちさえしなければ、まあ、普通に歩いていくと2本足で、そういう時はこのストックの方がバランスを崩しにくいんだったらストックの方がいい。でここでこっち側に転倒してしまったと、そうすると、もうストックを持ってようが、ピッケルを持ってようが、止まらない場合だったら、その前に転倒しにくいものを選ぶ。これはまっすぐこう上がっていくところだったら、このストックではこうバランス取れない。こんなことやって使わなきゃいけないんだったら、ピッケルの方がより硬いし、効くし、地面でも刺さるから。だったらピッケルを使う。っていう判断。
だバランスを崩さないにはどっちが有効かなって。だからストックは腹からもう使わない場所もあるし、ストックの方が有効なところもあるし、っていうのが有効なところもあるので、まあ、それはそれに応じてこう使い分けるんですけど、だからツパクロだけやったらその最初のつづら折りはもうバランス崩して落っこったらもうこれ止めようがないと。だったらその前にバランスを崩さないのはどっちが有効かなっていうと、まあ、ストックの方がまあ使いやすいかなと。で今度は合戦小屋っていうところに上がって、そこから稜線に上がるんですけど、稜線に上がると、まあ、ストックでも歩けるんですよ。でバランス崩した時に、まあ、こう滑り始めた時にこれでは次の維持ができないんですよ。次のバランス維持が例えば転倒転んであったりとかした時にダーッと滑り始めたと、その時に次にそこでバランス取れないんですよ。もうそのまま行くしかない。刺してもこう折れてしまったり曲がったりとかするし、刺さらない、ね、このリングがついてっていうと、その時のはこれが有効だろうと。だったら多少、まあ、上は稜線結構こう平らなとこあるんだけど、平らなとこで多少こうストックの方がちょっとこう歩くのはちょっと楽だけど、でもやっぱりそのいざという時にダメだ、ピッケルが有効だったらピッケルを持って歩く。同じもうストックは使えてるでもそういう可能性がないと。そういう可能性がないところ、もうだだっ広くて、よほどあっちの方に行って崖に自分で飛び込まない限りは滑らないと。雪が深いとかね、深いから倒れてこんだらただ沈むだけで止まってるっていう時だったら別にストックで最後まで OK、 どこまで行ってもいい。だから滑るような斜面のところどころ でここでバランス崩したらこいつはもう何の役にも立たないようなところだと、ピッケル持ってた方がそのバランスを崩した最悪の状況にはならない。だったらピッケルになってる。そうすると合戦小屋から上はピッケルにも近い場合が多い。行き質によるっていう感じで使い分ける。一応ストックも結構必要なんですけど、場所によっては必要になる場合もあるし、必要でない時もある。腹からも使わないこともある感じなんですけど、その時にどっちが有効かなっていうのを考えて使い分けるようにして、最初に林道歩きで使ってるのは多分これで、その、ね、車が走れるように林道歩いてるんだったらこれで OK だし、そこから稜線出て、稜線は平らなんだけど、まあこれはもうその滑って落っこちていく要素が、まあ、考えられないような時だったらこれでもいいし、でも風がバーンと吹いてバランス崩してもしかしたら斜面の方にこう掘り出されて滑り始めるかもしれないし、そういう可能性あるんだったらピッケル持ってないと次の対応ができないので、もうそのバランス崩したままいってしまう。だったらピッケルを持ち替えなきゃいけないっていう状況で、その時の状況で使い分ける。だからどっちが正解かどうかは自分に対してこう今の状況がどっちが有効かなっていうのを考えて判断して使ってみたらそれが正解、誰が正解とかはないと。私はこれベストだと思う。他の人は違うのを使ってるから、あの人は正しいのかなということはなくて、自分にこれは必要かなっていう判断ができなきゃいけない。よし、まあ、ストックはだから何でも夏用で OK なんだけど、リングを使えた方が使いやすい。付け替えになったり、その時には緩むからクイックロックを変えましょうってまあでもそれ使ってみてね、だから原因が分かるから使ってみて緩むなっていうのを感じたら、それが自分が嫌だったらまた考えればいいだけで、別に使う前から考えなくて、で一回使ってみてちょっとしっかり締めてみて、まあ使う前にしっかり締めて定期的にって言っていれば、まあそうそうそう、でなるべくこう横に擦らないで使ってれば別に、そういう上から落としてる音ついてる分には OK なんで、こういう時に擦れる、こうザクッザクッと、なるべく擦れないようになれば別に、うん、気をつけてれば別に、その原因、緩む原因はあくまでこのリングが大きいことによって回りやすい状態になってるから、それが回ることによって緩むということです。がその分配をだから、そのように解決のためにもう回転や生産してないってこと。生産はしてますね。生産してない、ね、普通に販売してて、逆にこれの方が少ないモデルとしては、これ 1種類か2種類しかないってこと。両方、3本つなぎの両方ともこのフリックロックっていうのができる場合は、まあ、別に雪山行かなければ回転式でもいいし、あっていう感じであると思うんですけど、今雪山も行くだろうと。特に僕は雪山にこう連れて行くのが仕事だから、
登らせ、歩いてもらうのが仕事なんで、歩かせるのが仕事。僕の場合は、僕の使命は。山を歩かせることが僕の仕事。不特定多数の人。だから、っていうと、雪山登りにはこれの方が、絶対、後で買い替えなくていいんで、雪山も行くでしょうと。この北アルプス海外をうろちょろしていれば、雪山必ず行くでしょうという、僕のね、判断として。もう、まあ、6月まで。11月から雪山なんでもう雪があるんで11月から6月まで の, その8ヶ月か7ヶ月ぐらいをこの辺でこう過ごすし、でここで道具を買う人は大体北アルプス行くでしょうと、そしたら春も行くでしょうと、春山北アルプス行く人はじゃあここでここのお店でね、小高で安曇野の小高で登山用具を買う買いこう必要で求めてくる人は、あの北アルプスは登ること前提も僕の中では、もうそれ以外の人は来なくていいって感じ。高尾山だけ登る人はもう東京とか、ね、石井とかで買ってくれればいいからじゃないじゃん。わざわざ東京から来る人はアルプスを登るために必要なものを求めるっていうのは僕の中ではね決めてるので、そうじゃない人は来なくていいと。別に高尾山行くんですけどと言われても知らないよとどうでもいいよという、それは好きな好きにやってくださいと。っていうと北アルプス登ります全然。っていうと北アルプス行くんでもその8ヶ月間 の, その雪があるシーズン、何ヶ月間の8ヶ月間の雪のあるシーズンも行くでしょうと、楽しむこと前提も、僕の付き合いはもう行くこと前提で付き合うから、そうするとこっちの方がいいでしょうと、っていうのはいちいちも聞かないでもうこれですと、行くんだからっていう感じでやってる。雪ね、雪山は。じゃあ雪の時はこれの方がいいですよ。じゃあ回すやつは、回すやつ。だからこのフィックロックができてきてからは、もうあの回転するやつは販売しないようにしてて、まあレンタルとかで使ってるんですけど、アマゾンとか。っていう。レクダー生産でいいんですけど、こちら販売しないって。そうそう、レクダー売ってるんだけど、だって行くんだもん、雪山に。そんなん買ってもしょうがないじゃん。行くこと全然じゃん。だからこの靴もそう、ハイキングシューズとか売ってないのはうちで、はい、行くでしょと北アルプス。やり方だけ登るでしょと。絶対10年とか20年これから山を続けてて、で、穂高とか行くでしょというのが前提なんで、だからその、ね、1万ぐらいの靴とかは売ってないし、それを求めてこられても、いや、僕にはちょっとわからないので、ある程度行ってください。はい、まあまあ揉めるぐらいとか、とりあえず揉めてるんですよ、と感じにしてるんですよ。決めてるんですよ、心の中では。行きますと。うん。これ靴を倒したら行きますと。だから、これがベストですよ。でも岩登りはどうかなって言われるかな。そのね、クライミングの靴はあんまり進めないとか、まあ、それを目的に来る人は少ないんで、それはもう、どっか腹果てとか。クライミングテントとかください感じで、ここはテント持って、最終的にはテント持って夏も冬もある人を育てるためのマシーンだっていう感じでやってる。ということはこれしか必要ない、っていう感じでやってるんで、だからあるはあるんだけど、一応だからそういう雪山で僕はまあ使ったりとかしてみて分析して、誰もそんなこと言ってないところから回転するのが緩む原因なんで、誰も教えてくれない。まあ、もう自分で使ってみてやっぱこうかなっていう、いろいろ実験して、なんで緩むんだろう。夏は緩まないんで、でも雪に行くと大体半分ぐらい登ると緩んでくるんだよね。そうそう、半分ぐらいあることちょっとあるけど、なんでだろうなってずっと考えて、誰も教えてくれない。ある時に聞いたんですよ、こいつが回って始めるんですよ、回らんっていうここのこうシステムは変われば、一応ネジがついててフリーに回るようにはなってるんだけど、この状態だったら回るんだけど、あんまり緩いとあれなんで、ちょっとこう抵抗はあるんですよ。もう抵抗がこうちょっとずつこう緩めていくんで、少しこの回転をする抵抗がもうちょっとこうくるくる回ればベアリングができます。くるくる回ればいいんで、緩まないピューンとか回れば緩まない。